皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1983年公開の、スターウォーズエピソード6、ジェダイの帰還。現代、スターウォーズエピソード6、リターン・オブ・ザ・ジェダイ。監督はリチャード・マーカンド。脚本はジョージ・ルーカスとローレンス・カスダン。主な出演は、マーク・ハミル、ハリソン・フォード、キャリー・フィッシャー、など。タンソレートをされ、ジャバ・ザ・ハットに囚われたハンソロを救出するため、ルーク・スカイウォーカーは故郷の星タトゥーインへと戻る。だがその頃、帝国軍はデススターを超える強力な宇宙要塞を密かに建造中であった。この宇宙要塞が惑星エンドアからのエネルギーフィールドで防御されていることを知った反乱軍は、陸上と宇宙からの二面攻撃を決定する。というストーリー。オリジナルの三部作の第三弾にして、スターウォーズサーガの第六章。前二作に散りばめられていた数々の伏線や謎が解決されている。ラストは多少、お約束のわざとらしい部分もあるが、それはそれでよかった。エピソード4公開から6年しか経っていないのに、特撮技術の進歩が宇宙での戦闘シーンで顕著に出ている。CG を全く使っていない、宇宙戦艦の間で繰り広げられる何十機もの戦闘機のドッグファイトは圧巻。ということで、評価は。サムさん。